良かった。うん、でもいいけどさ。40代だと思ってたか。40代じゃないよ、あなた。80代でもないから。40代じゃないよ。40代じゃない？あなた。私？うん。40代になってるでしょ、もう。もうちょっと上だよ。もうちょっと上だ。そうだ。もうちょっと上。うん。私何いくつだと思う？え？私。秀夫さん。それがわからない。わかんないね。これ、あの時からわかんない。わかんなかった？私もう69だよ。60歳。69だ。うん。やっぱり結構なってる。なったね。12月で70だから、古希だよ。古希。ね、すごいよね。60代ですか？まだなってないのね。違う、69だよ。あ、もう9になっちゃった。うん。今度12月で70だよ。で、あなた24の時産んだんだから、私。94だよ。2月。そうだよ。94歳。そうだよ。偉いもん。偉いもんだよ。大したもんだよ。私なんじゃないよ。私、あなただ。俺はそんななんないよ。俺は69。69? うん。ああ、そうです。当たり前じゃん。どうもありがとう。69だよ。はい、素晴らしい。前だね、コンサート来てね、よかったね。また2月22日やるからね。どこで？同じとこで、中野ゼロの地下で、地下ホールでね、やりますから、視聴覚ホールで、いくち22日、22日22、にゃんにゃんにゃん、メンバーはこの間だいたい同じ、だいたい同じね、うん。